はい、皆さん改めましてこんにちは、昭和マニアです。今回も、昭和レトロ博物館ということでね、まあ、ちょっと連続で投稿してみますけども、はい、まあ最後まで見ていただければ、幸いです。はい、今回、紹介する、またねこれもレトロなものなんですけども、 LSI ゲームです。はい、こちらです。トミーパックマンです。はい、これもね結構ねヒットっていうかね、人気のあるゲームかな。ね、危ないもんつに気をつけろというわけでね、これをね今日は紹介していきたいと思います。はい、まあこういう感じですね。あのゲーム内容はちょっと見えてないね。はい、こんな感じで、まあとりあえずパワーエサを食べて、でパワーアップして、でまあモンスターを食べて連続で噛みつくと高得点って感じで、まあはい、結構ね面白いですね。でまあトミーのねロゴもちゃんと書いてますね。はい、昔の。では早速開けてみたいと思います。ちょっとねカメラからはみ出してみますけど、すいません。はい、こんな感じですね。トミー、はい、じゃあ早速ちょっと開けてみたいと思います。こんな感じですね。デザインが かわいいですね。はい、まあ一個一個ちょっと各部のね名称を言っていきたいと思う、紹介していきたいと思います。まあまずはこれね、ここ液晶部分ですね。液晶部分でこれがね、あれですね、優しい難易度のね、あの変える切り替えるスイッチですね。でこれが電源です。ちょっとねインクがね、インクつくかさ、文字が、ないですけどもね。で、十字キーですね。これがね、なんか使いにくいっていう人もね、たくさんいらっしゃった、当時ね、いらっしゃったと思いますけど。で、まあ、こういう感じで、トミー・パックマンって書いてます。で、後ろを見ますと、はい、こんな感じですね。ここに電池ですね。はい、ここに電池を入れます。やば、ちょっと、はい、ちょっとやばい、入んなくなっちゃった。よし、入りました。はい、で僕はね、あの電池じゃなくて今回はね専用のアダプターがあるんで、そちらでねプレイしたいと思います。ここですね、ようなパもありました。で、これはやり方の説明が書いてありますね。では早速、プレイしてみたいと思います。ちょっと待ってくださいね。少々お待ちください。こちらが専用のアダプターですね。はい、トミーの LSI の専用アダプターですね。はい、当時のプラグですね。では早速、プレイしてみたいと思います。よいしょ、ちょっとお待ちください。ちょっと輪ゴムが、やばいやばい、ちょっと待って、やばい、どうなってんの俺、やばいですね。ちょっと取り方が下手なもんで、ちょっと混乱しています。ちょっと少々お待ちください。はい。よいしょ。あ、取れた取れた。はい、取りました。では早速、こちらがね、ちょっとね、コードがね、まあ、言うこと聞かない。はい、こちらですね、こちらに、プラグを刺します。刺します。刺し込みます。はい、こんな感じで。で、アダプター。コンセントに差し込みます。はい、
ちょっと、はい、こんな感じですね。ではまあ電源をね早速入れてみたいと思います。いきます。まあこんな感じに、まあ始まってますね。はい、まあこの餌を食べていっていくわけですけども、まあ結構難しいですね。ああ、やられた、やられた。はい、もう一回プレイかな。いきます。よいしょ。まあいける。いや、でもいいや、行きましょうか。いけ、モンスターに突撃だ。あれ、おいおい、ちょっとやり方が下手な。ああ、どっか行っちゃった。バックバックバック、クリアー、クリアです。第2ステージレッツゴー。こんな感じですね。はい、まあとりあえずまあ食べていくんですよね、この丸い餌をね。じゃあ星を取ると、パワーアップするわけですね。だからモンスターをこうやって追いかけていくわけなんだ。ああ、やべえ。ちょっと一回アップにしますね。ちょっと見えにくいかな。大丈夫かな。いきますよ。こんな感じで。あ、やべえ、やべえ。よし。大丈夫。ああ、やられた。はい。もう一回。ああ、もうゲームオーバーですね。ではもう一回やってみたいと思います。プロバージョンちょっとね、まだ僕初心者なんでね。はい。ちょっと座ってやりましょうか。なんか立ってやってました。ではもう一回やってみたいと思います。この位置で大丈夫かね。はい。あ、やばい。おにゃ、あ、やられちゃった。やられちゃった。ちょっと時間切れだったかな。はい、まあ、そういう感じでやっていきます。あ、ちょっとやられる。あ、やられました。さっきの方がね、なんか良かったかな、プレイ的に。ほっ。はい、取りました。で、まだ足はできません。で、来る、こっち、大丈夫。あ、よし。おりゃ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 。クリアです。見えますか？見えなかったらすいません。あー、やられたー、やられましたね。あー、あー、あー、そうきたか、そうきたか。はい、という感じのゲームですね。はい、まあこういう感じで、遊んでいくゲームです。では最後に、サリアクタイ説明書をね、簡単にね、紹介したいと思います。はい、ちょっとね見えにくくてすいません。この画面ばかりでね、ちょっとよいしょ。じゃあこれは後で輪ゴムで止めようかな。はい、まあ、はい、ではまあそう
最後に説明書の説明書をね、簡単に説明してから終わりにしたいと思います。まあこういう感じでね、トミー・バックマンのロジャースケ説明書がこういう感じになって、中身はね、まあこんな感じに遊び方が書いてあります。キャラクターとかね、覚えて、で、まあゲームを開始して、で、まあこういう感じにね、さっき紹介しました。で、まあこういう感じでね、もしくはやっぱ食べれるんだね。でも僕のちょっと時間切れだったのかな。で、連続で食べると高得点もらえるって感じでいくわけですね。で、今これがね、AC アダプター、さっき使いましたけども、別売りで売ってるらしいですね。で、あと保証書で、で、最後、ここですね、保証書ね。はい。これ5つには気をつけようっていうことで。で、まあ、日付を見ますと、昭和59年12月22日、川崎市川崎区のところのある、株式会社サントイスってところで、買ったらしいですね。はい。昭和59年ですよ。1984年ですね。はい。というわけで、今回は、トミー・パックマンを、紹介しました。ご視聴ありがとうございました。それでは失礼します。あ、コメントと高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではさようなら。バイバイ。